はいえー、ひとつきまんさつ清水です、えー。今日はですね、ちょっとあの世の中を探しているこの千バズル、ウクライナに千バズルっていうね、話で、まあ、主に発端となっているのはこのメンタリストさんと、えー、大悟さんとね、えー、あとひろゆきさんのツイッターなんですが、えー、今日はですね、この貞子の千バズルっていうね、この日本のもともと千バズルの発端となったものを、私が読んで気づいたことを皆さんにシェアできればなというふうに思っています。 で、このウクライナへの千バズルに賛否、寄贈断念も無意味批判の声には疑問というふうに、えー、書いてあるんですけど、まあこの千バズルなんかね、ウクライナに送ってなんだよっていうふうに、まあそういうふうにこう言っている人たちがまあ結構いてですね、で、それに対する反論ということで、こう非常に盛り上がっているわけなんですよね。で、えー、じゃあその元となっているものは何なのかっていうと、これ。 ねえー、例えばこのひろゆきさんとメンタリストさんメンタリストダイゴさんなんだけども例えばこのひろゆきさん折り、えー、鶴を喜べない状況の人に送りつけるのは良くない、えー、11年前の震災の時からずっと言われてきました、えー、強い言葉を使うことで多く知れ渡り間違った行為をする人に将来的に、えー、減らせるというふうに思っている折り鶴を送るのは善意の人なので愚行としていれば、えー、他の行為を選ぶと思いますとこう言っているわけですよねで えー、メンタリスト大吾さんはですね「ウクライナに折り鶴を送るは狂気」「実際は誰と助けない誰、えー、と助けないのにいい人ぶりたい人のエゴでしかない」「結局口だけで誰も助けずいい人ぶりたいだけの愚者の行動」「そんな暇あるんだったらバイトでもしてウクライナに海外送金してあげなよと」とこう言っているわけですよね実際は誰と助けない誰もだと思うんだけどね まあ、メンタリスト大吾さんは、えー、今回の件に関してはなんかまあ相当お敏感に反応しているみたいでねこれもねウクライナに折り鶴を送る人の気持ちを踏みにじるなっていう人がいますが安全な日本から家族が目の前で殺されているウクライナに千バズル送り届けられても千、えー、バズル送り届けられてら感謝する人 ほぼゼロだと思うんですってて書いてるよね。「千バズル、えー、届けられてら感謝する人はほぼゼロだと思う」そもそも千バズルの意味がわからないというふうにこう言っててまあここで、えー、実際は誰と助けないのにいい人ぶりたいエゴでしかないっていうふうにこうまあんちょっとまあ d さんは、えー、たくさん本も書かれているんだけどもこういう誤字をされるぐらいこう冷静さを失うぐらい まあ、ウクライナに千羽鶴をその送るのがですね、えーまあ、腹があ立つんでしょうで、えー、まあこれについてですねあのこういうふうなことを言ってる人がいますこれは堤さんというですね、えー、これ醍醐さんのことを言って、えー、こういう上から目線霊障形発言は維新の会公認だった長谷川 えー、豊かしのの過去の発言とと類似しているる感じわウクライナに千羽面いい人ぶれたいだけの愚者の行動というふうに言っててまあかなりあーのー厳しくこう言っているわけですよね。でじゃあこの堤さんは、えー、共産党の方で、えー、堤聡さ,さんで差別と格差がない自治体と社会を目指している、まあ、人がまあこういう醍醐さんの発言を取ってまあこんなのは上から目線の霊障形だっていうふうにこう 言っているわけなんですよねでじゃあここであの維新の会の長谷川豊氏の発言と似ているっていうふうに言っているんですけどじゃあこれは何かというと、はいえー、このね、えー、維新政治の本質っていう関西学院大学の先生が書いている本なんですけどもあの長谷川豊さんのことが最初に出てくるんですよ。自自業自得の、えー、人工透析患者なんて全員実費負担にさせよ無理だと泣き ならそのまま殺せ今の,日本は日本、えー、今のシステムは日本を滅ぼすだけだという発言と一緒だっていうふうに言ってるんですよね。どうですかねチャット欄とかコメント欄に書いてほしいんですけど、一緒だと思いますか皆さんは、えー。自業自得の人工透析患者なんて税実費負担させてしまえ。無理だとなくなるそのまま殺せ。今のシステムは日本を滅ぼすだけだっていうふうに、まあ、これは大炎上した発言ですよね。でも私は、 まあ上から目線かもしれない長谷川さんはだけど霊障系なのかしらっていうふうには思うけどね霊障霊障ではないよな。うん、でまああのこの人この長谷川豊さんはですね、えーまあ、実際この議員として公認、えー、として出たんだけど、まあ、落ちた。 といいいうに書いているわけなんですよ、まあ、この本ねちなみにあの維新政治のメンタリティという意味で、えー、すごく面白い本ですよ。あと維新が実際問題なんで強いのかっていうことも書いてあるんでね、えー、すごく面白いというふうに思うんですけどもあのー、じゃあこういうのを考えた時にちょっと折り鶴問題、えー、考えていきたいなっていうふうに思うんですがまあまずひろゆきさんは何て言っているかっていうとまあ元これだよね。 折り鶴を受け取る側が喜ぶ状況なのとか考えるよりも良いことをして私の気持ちが大事的なあ相手の状況よりも自己満足を優先する人が折り鶴肯定派に多いんですよね処理に困るものはあを送るのは相手が欲しいか確認してからにしましょうっていうふうにこう言ってでそれで折り鶴を喜べない状況の人に送りつけるのは良くないよねっていうのは11年前の震災からずっと言われてきました。 強い言葉を使うことで多く知れ渡り間違った行為を起こす人たちを将来的に減らしたい。折、え、り、ー、鶴を送るのは善意の人なので愚行と知れば他の行動を取る。というふうにこう言ってるわけです。まあ実際ですね、熊本の震災で、えーまあ、市役所の人がね、千羽鶴とか、 どこ選抜するだけではなくってもういろんなものを好き勝手送ってくるけど個人でね被災地に何か送るのやめてくれもう迷惑だよっていうコメントを出していてですね実際あの被災地に個人で好きなものをえいってこう送ると大抵まあ迷惑になるんですよ、まあ、一番いいのはお金ですよねはいでなんですけどまああのー、そういうふうな言葉はずっと議論としてあるんですよねこの11年前だけじゃなくってずっと前から、まあ、あると思いますよこれは。 で、まあ、いろんな人がこ折り鶴の論争をしてるわけじゃないですか。ね、で千羽鶴がどうのこうのああだこうだどうのこうのどうのこうのっていうふうに言っているんですけど実際のところの千羽鶴っていうのは何なんだろうっていうのがこれなんですよねあの佐々木貞子さんと原爆の像というのがあって小学校6年生の佐々木貞子さん「えー、行きたいという願いを込めて」っていうこれ広島の原爆の話なんですよ。 でえー、佐々木貞子さんは2歳の時爆心地から、えー、約1.6キロの,あの楠木町の自宅で被爆し黒い雨に打たれました爆風で吹き飛ばされたけど外傷もなく元気に成長しましたスポーツが得意で将来の夢は中学校の体育の先生しかし小学校6年で病に伏し中学へ通うことはできませんでした白血病の診断を受け広島赤十字病院への入院を余儀なくされたのです 入院中お見舞いとして名古屋から千羽鶴が遅れたのをきっかけに行きたいという願いを込め折り、えー、鶴を折り始めましたその願いも虚なしく、えー、体調は次第に悪化8ヶ月の入院生活の末1955年10月25日あ、えー、急性骨髄性白血病のため亡くなりました644話で折、えー、ったところでね、えー、力尽きたなどと伝えられていましたが原爆資料館は家族の証言から「 1300羽以上おったとされていますで、えー、これがですねあの日本の折り鶴そして千羽鶴でまあメジャーになった、まあ、今でもなんかあのこの原爆のこの像のところには、まあえー、毎年、えー、10トン分ぐらいの千羽鶴が届くそうで昔はあの廃棄、うん、焼却処分にしてたらしいんだけども最近はあの何をしているかっていうとなんか あ,あれだよねえ確か再生しか、まあ、なんかリサイクルに使っているらしいんですよ。でまあここまでねいろいろ言われていることなんで一体どういうことなんだろうということで、えー、あちなみにこんなのもあるんです。<laughs> これ折り、えー、鶴千羽鶴変えます折るのがめんどくさい人はこういうのも変えますね。なんていうか何でもあるな amazon っていうふうに思いましたけど。で このね、なんでこんなものを見つけたかっていうと、千バズルっていうので、私、アマゾンを検索したんですよ。で、そしたら出てきたのが、この、あの、貞子の千バズルっていう、このさっきの原爆のこのね、あの、エピソードにある、えー、本なんですよね。で、えー、今回のちょっと、まあ、象徴的な意見ね、えー、このメンタリスト DAIGO さんね、ウクライナに送る折り鶴は狂気だとか、 あとは、ウクライナに送るねあの、安全な日本から家族が目の前で殺されているウクライナに千羽鶴を送り届けられてら、感謝する人はほぼゼロだと思うねいうふうにこう言ったり、で、折、え、り、ー、鶴を喜べない状況の人に送りつけるのは良くないと思う。ねで、あとはやっぱり共産党の、こういうね、あの、大悟さんの発言に対して、上から目線、霊笑系は維新みたいなもんだ。ね、皆さんはどう思われますかじゃあ、あの元となったですね、この佐々木貞子さん。んー 日本で千羽鶴がメジャーになった貞子の千羽鶴これ佐々木雅弘さんというですね貞子さんのお兄さんがあの書いているものなんですよねで、えー、まあここに非常にまあ痛ましいこれ闘病記なんでねあのお兄さんが貞子さん妹さんの、ね、ことを書いた闘病記なんだけどもあの最初の方にね貞子は痛い苦しいと弱音を吐くこともなく 来来る日も来る日日もも願いいをを込めててり鶴を織り続けていました。しかし白血病が発覚してから1年と経たずわずか12歳で貞子は死んでしまいました、えー、原爆で死んでいった子どもは貞子だけではありません原爆のこの像のモデルは貞子ですがこの像は原爆で死んだ子どもたちの霊を慰めるために叩けられたものです台座の下にある石碑はこれらは僕らの叫びですこれらは私たちの祈りです世界に平和を築くための といいう言葉が刻ままれています、えー、これから皆さんに読んでもらうのは貞子の闘病の様子ですっていうふうにこう書いてあってで、えー、まあいろいろ書いてあるんですね貞子さんが生まれた時、えー、赤髪自分にね赤髪が来た時とかまあなんかこうずっと書いてあってでそして、まあ、原爆が落ちてきたりとか、まあ、で貞子さん自身がこう被爆されたタイミングとか、えー、そういうことがまあ書いてあるんですよ。でまあ、日本は こう、降伏をすると。で、えー、この幸福をする中この貞子さんのこのお父さん、まあ、ちなみに貞子さんはあの元気だったんですしばらくはね。で戦争が終わってから10年間も生きたんだけどもまあ9年から8年ぐらいは元気になんかあの活動をね、えー、して、まあ、4人兄弟でお父さんがなんか 散髪屋さんちょくチョキ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 っていうのをやってて結構これが繁盛してて若い店員さんを2人こう雇ってたりして、まあ、うまくいってたんですよで慰安旅行にもね日帰りでも行ったと瀬戸内海にある能見島や二の島海水浴場へ、まあ、このお兄さんと貞子さん弟妹たちも連れてってもらったととても楽しかったとでもだんだん貞子さんの体調がこう悪くなっていったんだというふうに なっっていったんねでそういう中で、えー、まあこの散髪屋さんとかも成功して、えー、家も建てて、まあ、うまくいくようにこうなってきたんだよねその,の佐々木さんのお家は。で,でもだん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 あの体調がこう悪くなっていったと。であのそういう中で、まあ、貞子さんは、まあ、言ってみればある意味恵まれた家庭に育ってはいたんだけど。 だん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 体調がこう悪くなっていってでさらに不幸が重なるんだけどもこの貞子さんが6年生もう体調がこうどんどん悪くなりかけるもう本当直前ぐらいなんだけどもこのねお父さんのところにちょっと不幸があるんですよ。ね、えー、ここに「父の借金」っていうコーナーがあります。えー、貞子が6年生に進級した頃両親は大きな悩みを抱えていました。 佐々木さんこの通りだから頼むよ父は近所のクリーニング店の主人に頼み事を持ちかけられていました。店の奥座敷で父が話を聞くと借金の保証人を引き受けてほしい。土下座でもしそうな相手の方をポンと叩きながら父は笑ってこう話しかけました。頭上げや。俺が引き受けたる茶系け。ほんまか。ありがとう。ありがとうじゃ。というふうに、まあ、戦後ね。 あの顔見知りの窮地を知らんぷりもできる性格でもなかったしこの時代はまだ向こう三元両隣の助け合いの精神が人々に根付いていたただし残念ながらですねこの保証人を引き受けた直後クリーニング店の一家は夜逃げしちゃったとでそれで借金抱えるようになっちゃってであーのーこのね借金取り当時は、まあ、法律もちゃんとしていないし、えー、こういうのがあって、えー、お店 こうやってねちょくちょくちょくちき切っ,ってる最中のところに「おい悪い金返してもらわへんと困るよ!」っていうふうになんか来るようになったんだって。で来るようになってでそうするとさお店はだん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 あーのー廃れていきますよね。まあ当たり前だよね。まあそういうのを防ぐための法律もなかったわけだよね。でそうもうかなりお店の中でもこう暴れたみたいです。ね。 でえー、こういうふうな状況にあのなってだん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 、まあ、お父さんが追い詰められていくわけですよここにも書いてあるあんなに繁盛していたお店はだんだんお客さんが寄りつかなくなっていきました氷菓子が店の周囲をうろうろしているせいでお客さんも店に近づくのを避けるようになったのですそのうち給料も払えなくなって住み込みの店員さんたちもみんな逃げ出してしまいましたさらに税金も払えなくなってしまい家財道具の差し押さえという事態にもなりました ある日、家に数人の男がやってきて、あらゆる金目のものに赤い,をか赤い紙を貼り付け出したのです。税金滞納による差し押さえですから仕方ないことなのですが、私や貞子は勝手なことをするなと憤慨しました、そして必死に抵抗しようとしましたが、子供ではどうすることもできず、家中に赤い紙が貼られました、差し押さえね。で、えー、こういう状況の中で、まあ、お母さんはね、まあ、内職でもすればいいよとかっていうふうに,に、まあ、気丈にふるまっていた。 そうなんだけどもこれが大体夏とか春ぐらい6年生の。で6年生の冬の時についにまああの貞子さんが、えー、原爆たって10年たってまあ病気になってしまうという状況なんだよね。で、えー、検査をしたらもう大変なあのことにまあなってしまったというふうな時にあのー まあ非常にちょっとここはまあご自身で読んでほしいんですけどかなりかわいそうだよねでこ,うこの時期になってくるともう佐々木さんの家はね経済的に困窮していたと以前のように理髪店が繁盛してるわけでもなく肩代わりした借金の返済も続けなければだめでさらに当時は保険制度が充実していなかったので薬代がないと治療も受けられないというこの状況にあるわけですよで まあこれに関して、まあ、貞子さんはあのどういうふうにねあのしたかっていうと自分の治療費とかのために、まあ、なんか家を売ったりとかもしてるわけですよね。で、えー、それでその自分の治療費とか苦労のために家を売ったことに対して貞子さんはすごく、まあ、12歳だよ12歳のこの女の子はものすごい辛い思いをして、えー、隣に住む石川さんのおばあさんに おばさんに胸をうちの内を打ち明けたとうちのためにお父さん家を売ったんだというふうに言ってまあ泣いたというふうにこう言っているわけですよ。でそれで最終的にまあ板を打ち付けただけのバラックに行くという形になるんだけどまあこれでどん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 つ、まあ、辛くなっていって病院に入院することになるんですよ。 でそこでやっとセンバズルが届きます。どこから届くかっていうと、まあ、お見舞いの品としてあの、えー、愛知県淑徳高校の青少年赤十字部から日赤病院入院していた日赤病院宛に折り鶴がを各病室に分けて配ることになりこの一部が貞子さんの病室にも来たと、ね、お父さん折り鶴よと配られた色とりどりの折り鶴を見舞いに来た父に見せながら貞子はこう尋ねました。 でもどうして折り鶴を送ってくれたのかなね飽きずに折り鶴を眺めている貞子に父は答えます病院へのお見舞いじゃから早く病気が治りますようにってことじゃろふーんと折り鶴を千羽折ると願いが叶うって昔からそう言われとるんよへえそうなんだ願いが叶う折り鶴の話を父から聞いて貞子は目を輝かせましたそれをきっかけに貞子は鶴を折り始めました きれいな色紙はなかなか手に入りにくくお金に余裕もなかったので、えー、なかったので、めや薬の包み紙レントゲンのフィルムを包む銀紙など身の回りで手に入るあらゆるものを紙に使いました他の病,品や病室や看護師さんのところを回って紙を集めたりもして貞子が折り鶴を折っていることは病院内のみんなが知れ渡ることになりました、ね、こういうふうなエピソードで貞子さんは折り鶴を折、えー、り始めます、まあ、まず皆さんに聞きたいんですけど 千バズルのこういうエピソードというのは、えー、ご存知だったでしょうかで、えー、こういう風なエピソード付きの千バズルをウクライナに送るというのは、ちょっとまたなんか違った意味をあの帯びると思いませんかまあ、ちょっと続きいきますけども、あの、貴重面な貞子は、えーまあ、人とねあの、申し合わせて折り鶴の大きさを決めていた。 どんな紙でもまず7 5ンチ四方に揃えてから折る余り紙だから色はバラバラだったねいろんなものを作ってどん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 折り鶴にこうしていったんだけどもまあ体調もどん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 こう白血病で悪くなっていくわけですよでつらいつらいあのもう本当に痛い状態で、えー、でそれであのすごい恐ろしいエピソードとかがあるんだけども あのー、お父さんが見舞いに来た時のにね別の病室から幼い男の子,の子の泣き声が聞こえてきたお父さん見ときあの子はもうすぐ泣き止むから貞子の言葉通りは泣き声はすぐ泣き止みましたあの子は痛み止めのモルヒネを打ってもらったんよ泣き声の止んだ病院はしんと静まり返っていますでもなお父ちゃんうちは痛み止めは嫌いなんでじゃ痛くない方がよかろうに痛み止めを打つと治るのが遅くなるってじゃからうちは痛み止め打ちとうない 放火こんな会話の最中も貞子は寝たままの格好で鶴を折り続けていましただからこれまあお父さんの経済的苦境を知っているから貞子さんは、まあ、モルヒネを打つのも金かかるからね保険制度もない頃だからだから痛みを紛らわすためにおそらく私は打ってたんじゃないかなというふうに思いますで、えー、だんだんね貞子のあさんの病状が日に日に悪くなっていった えー、5月頃に見つかった左胸の皮膚がんは親指ほどの大きさだったものが徐々に大きくなっていって9月には左の腹部全体に広がっていた体力はどんどん痩せて一方で体のあちこちが動きにくくなっていましたっていう風にこう言って、まあ、借金の返済にもね、まあ、追われて、えー、治療費もね稼いでもとにかくあの働きまくってなんとお父さんもお母さんもあんまり、まあ、お見舞いに来れなかったと。 まあこれお兄さんのが書いてることなんだけども、で、えー、それで、いや、これ本当なのかなって思うんだけども、お父さんが休み暇もなく生活を続いていて疲れきって頭痛を抱えていて、まあ、貞子さんのベッドでうとうとしてつい寝入っちゃったと。で、その時にお父さんが目を覚ました時に、えー、ベッドで鶴を折っていた。で、お父さんが起きたことに気づくと、あの娘さんは微笑みながら薬を差し出しました。はい、お父ちゃんこれ飲んでっていうふうに。 自分が肺がん、えー、肺がんっていうか、まあ、がんだよね。白血病でもうどんどん死にかけていっている時に、まあ、こういうことをする。で、しかも、なん、まあ、なんか薬局で買ってきたらしいんだけどね。いや、すごいことだよね。で、この時お父さんはずーっとね、あのー、折り鶴を折っている貞子さんに対して何を言ったかっていうと、まあ、そんな、あのー、 折ってるよりもなんか他のことやればいいじゃんってお父さん思ったわけまあそりゃそうだよねでそれに対してあんまり紺を詰めて折るとかえって体に悪いよっていうふうにこう言いましたねで A から A からうちにも考えがあるんよっていうふうにその病気のね娘さんはお父さんにこう言うわけですよでえ考えって何ね秘密じゃんっていうふうに貞子さんはいたずらっぽくまあ笑ったとで、まあ、治療費や借金返すためにあのなかなかね あのー、病院にも行けないというふうになってでまあこの時にお父さんがあんまり来れないんだけどお母さんも忙しかったんだけどもようやくお母さんがあの貞子さんの病室に泊まりで、えー、来るようになりました。ね、でそれでお母さんがこの貞子さんの髪をすいてくれる。だから「でなんでそのねお父さんには言わないからどうして鶴をそんなに折るの教えてよ」っていうふうにこう言ったわけですよ。 でお父さんには内緒にするけんお母ちゃんには教えてよ」っていうふうに言って貞子を笑顔を浮かべながらこう答えます。今折ってる鶴にはねお父ちゃんの借金が早ようなくなりますようにってお願いしてるのでもお父ちゃんに言っちゃったら気にするじゃろって言ったんですよ。これが貞子さんが千羽鶴折ってた理由ね。でまあ日本の まあこれ聞いててお母さんんもあの泣ききながら抱きてししめまうんですよねで、えー。このお兄さんが言う限り、えー、戦争に対して、えー、恨みつらみを言うこともなくあのお父さんやお母さんに対して当たることもなくねただずっと鶴を折ってしかも折っていた理由は、えー、自分の病気が治るというよりかはお父さんの、まあ、借金があ消えてくれることを願っていたと。 でこれがですね、この日本のね、あの一番有名な千羽鶴のエピソードなんですよね。で、えー、まあ、それでこの原爆の子っていうのがね、あの作られて、でそして、まあ、世界の平和を祈ると。で、このエピソードがね、あの、まあ、これにはいろんな諸説あると思うから、全部がこの本の通りなのか、まあ、私もこう、1、2回パッと読んだだけなんで、 まあもしかしたら読み落としてる部分もあるのかもしれないけどもうんまあもしこれが本当だとしたら全部ね本当だとしたらこの佐々木貞子さんという人はですね成人かかかなのかななんのって思うよねでだって原爆が落ちました被爆しましたちなみにこの女の子の目あのなんか将来の夢は体育の先生。 らしいですでその体育の先生になりたかった子が体が動かなくなってまあ幼くして亡くなってしまったでその最中に、えー、戦後のゴタゴタの中人に騙されて父親が借金を負ってしまったそこに自分の、まあ、娘さん自分のねああのー、まあ、治療費も重なってそれがせめて消えないかなってこうやり続ける行為って何なんだろうねで。 でもまあこういう背景があってこの広島のねこの原爆のこのところに毎年10トンあの千バズルが届くそうです。これは私は意味のある行為だと思います。祈りとして。あのー、平和をね祈る世界平和の祈りとして。だって千バズルを折ってさねアメリカピチク米英ねあのー。 原子力爆弾を新しく開発してワシントンに落としてやれっていう願いがこもってるわけじゃないじゃん。この貞子さんの千羽鶴のエピソードっていうのはまあアメリカも日本も,もう世界も全部平和になってほしいっていう、まあ、象徴としてのエピソードとしてまあ成り立つと思います。なんせ辛い状況の中で子供が 他まあこれはで成り立つと思うんだけどじゃあウクライナに送ろうとすることっていうのはどうなんだろうっていうことをちょっと考えてみたいんだけどもウクライナにまず千バズルを送るっていうのはちょっと私引っかかったんだけど貞子さんのねあのが入院してるところに、まあ、赤十字の病院からさ千バズルが送られてきたと。 日赤病院宛てにね送られてきたっていうんだけどでも実際この時まあ言ってみれば寄付が届いたのであればまあ貞子さんは喜んだわな。ね、でそ,なんかそう考えるとちょっとねあのこっから急に飛ぶような話になるから理解できないかもしれないんだけどもあひろゆきさんとか。 だっていいうに思ましたねえどういうことっていうふうに思うかもしれないけどもあのこのメンタリスト DAIGO さんとかひろゆきさんの世代っていうのはね、えー、どういう人たちなのかっていうとまあロス・ジェネより下の世代じゃないですかで本当にロス・ジェネより下の世代ってね踏みつけて踏みつけて踏みつけられまくってんの。もう あの社会のつまはじきにこうあってあってもうボロクソになっていますねで、えー、そういうまあ私も同じ世代だからわかりますよでひろゆきさんなんかはあの今パリにいてねで日本をさ「はっ,っ!」ていうふうにこう見てるように、まあ、見えるでしょう成功した人にね見えるんだけどもでも私は違うと思うよひろゆきさんはあーのー本当はねいろいろ日本でやりたかったことがあるんだけど あまりにも日本でねつまはじきにされるのでもういいやって諦めて出てっちゃった。でメンタリストダイゴさんね、えー、メンタリストダイゴさんの、あのー、これね、えー、メンタリストダイゴさんもあ前回ホームレスの動画の時にも私取り上げたんだけどもまあ実はメンタリストダイゴさんいろんなところでひどい目に遭ってるんですよ。もうそれは構造的な差別ですよ。でそういうふうに叩きつけられて叩きつけられてボコボコにされているわけなんですよね。 で、そういう中で偽善っていうのが嫌で嫌で、たまらなないわけなんですよ、まああと偽善が大っ嫌いなのもこの人も同じですよね橋本徹さんもまあこの人は幼少期とんでもないあの目にあってですねでそれで自分で這い上がってきたわけじゃないですかでまあちょっとね橋本徹さん年代は違うんだけどもまあなんかあの 叩かれて叩かれて叩かれてぐっちゃぐちゃにすりつぶされているわけです、あのー。気づかないと思うけど3040代より下って日本の、まあ。今日公開した22時に公開した令和新選組の八幡愛さんとの動画でもね、まあ、それでちょっと盛り上がってはいたんだけども、あのー、じゃあそうなると折り鶴でなんで、あのー、こんなにひろゆきさんとかね えー、みんなが発狂するんだろうっていうふうに言うとこのね折り鶴を受け取る側が喜ぶこ状況なのかと考えるよりも良いことをしてる私の気持ちが大事とか折り鶴を喜べない状況の人に送りつけるのは良くないよね強い言葉を使うことで多く知れ渡り待ち上がった行為をする人を将来的に減らしたい折り鶴を送る人は善意の人なので愚行としてれば他の行為を選ぶ。 これ多分私も自分の経験をちょっと思い出すとこれ自分の叫びななっていうふうに思ったんですよ。私父親に捨てられて、えー、まああれだあの学校で先生にいじめられてもう死ぬような思いをしていましたよ。いじめられてね。でそういう時に色紙だったりね「裕く君頑張ってね」「いじめに負けないで」とか あるいいいは、えー、<laughs> オリズルとか、ね、そういう全く意味のないものなも私を救ってくれる今死にそうなぐらいいじめられているこの私のいじめもう救ってくれるわけではないんだけども全く無意味ななんだかよくわからない善意の塊に見える狂気っていうのを何回か受け取ったことがまああるんですよ。それさなんか,子供だからに意味不明だったなんじゃこれ 今俺はしんどくて殺されかかってるのになんでこんなものを送るのってでこんな意味ねえよっていうふうに言うと周りの大人たちはなんて言ったかっていうとあのまあでも送ってくれた人の気持ちも考えるんだったらそんなこと言うなよなわけですよでそれってものすごく傷つくんだよねでそうするとあの人々の無意味な善意 っていううのがあ腹がが腹立ってしょななくなりますでそれはもう虐げられているような人間たちのまあ、ある意味叫びなわけだよね。でこれってうちの番組運営してて山本太郎さんが議員辞職してからでま折り鶴の件とかこれがあってからねすごくあもしかしてものすごい日本に分断があるのかもしれないなというふうに思うようになりました。で あのまさにどちらかというと古き良き日本の,あの意見っていうのはこういう共産党の考えだと思うんでねこの共産党の、えー、堤さんが言う要するにひろゆきとか大悟みたいな発言っていうのは上から目線で霊笑系だっていうふうにで私はそうじゃないと思うなあの大悟さんとかあの意見とかひろゆきさんの意見っていうのは、まあ、ある意味虐げられたものの悲鳴みたいなもんだと思いますよで じゃあその虐げられたような悲鳴がそれが多くは維新とかにあの集まっているんだと思いますけどでそれが維新とかに集まったまんまだったらまあもう本当日本は滅亡するなっていうふうに私思いますよ、ね。だってそれ反発から来る虐殺と革命にしか見えないですもん。そそうじゃなくてその まあ前の動画でもちょっと話もしましたけども、今山本太郎さん、えー、吉村さん、維新の吉村さん、えー、泉健太さん、この3人採用ね、全員ロスジェネであがいてるんだと。で山本太郎さん踏みつけられたら何クソっていうふうにこう言うわけ。反発するわけだよね。で、維新の吉村さんは踏みつけられるぐらいだったら踏みつける側に回ってね、もう俺は生きていくんだっていうふうにこうなるわけだ。で、泉健太さんは踏みつけられないように透明人間になろう。ね、この世代って、 あのこの3人って全然違うように見えるけどロスジェネとしての危機感は一緒だなって思うしでひろゆきさんもあの大悟さんも本当は助けられたいんだよで吉村さんも実は多分そうだと私は思いますよででもこの踏まれてきた見捨てられてきたっていう中でなん、えー、とかしたいっていうふうな思いがあってだからやっぱここのエネルギーを何か束ねていくこと っていいう,うにしないと今ロスジェネとかのエネルギーが、えー、まあ分かりやすく言えば維新令和、えー、立憲っていうふうに分散しちゃってるわけじゃないですかね、まあ、一部は自民にも入っているだこういう、うん、状況のエネルギーっていうのを何かしら束ねて変革のいい意味で変革のエネルギーに変えていかなければまあ終わるなっていうふうに思いましたよだからそういう文脈でこのひろゆきさんのね え文章をもう一度読んでほしいんだけども強い言葉を使うことで多く知れ渡り間違った行為をする人を将来的に減らしたい折り鶴を送る人は善意の人愚行と知れば他の行為を選ぶはずだっていうふうにこう言ってるよねだからみんな勘違いしてるだけでねっやり方を間違ってるだけで善意なんでしょ善意なんだったらそうじゃないんだよ こうやって助けてくれよっていうふうにみんな思ってんだろうな。でそれでひろゆきさんとかあのだいごさんとかが一定の人気あるのってやっぱりね同じような共通体験をしてる人たちがあの多いからだと思いますよ。でもう一つ最後にねちょっとあのすげえなっていうふうに思ったのが。 今回どうですかこの「貞子の千羽鶴」っていうエピソードを知らない人の方が多くないですか、ね、でこういう日本の文化的な起点がまずそもそもありましたね。でウクライナにね折り鶴を送るなんてっていうふうにこういうのもまだ送られてないんですよ。でしかもウクライナに直接送られることはないです。ウクライナ大使館に送られてウクライナ大使館がポイって捨てるだけです。 寄寄金金らったら寄付金は送るだけです。で、そういうなんか現状をさなんかこうちゃんと伝えずにまるでウクライナに折り鶴を送ったバカがいるっていう前提にまずテレビとかメディアとか新聞も取り上げてるでしょ。でさらにあのなんだろうそれをもとにいろんな人が議論をしてるでしょ。 で、文化もも歴史も学ばないわけでしょ。いやこれちょっとね怖っ,っていうふうに思ってねで、私は少なくともあの自分が死ぬ思いをしている時はね折り鶴よりもまあそりゃ実質的に助かるものがあった方が嬉しいですよ。ね、おまけに折り鶴がついてくることは私は何も。 言いません。例えば清水さん一月万冊頑張ってますねカンパですっていうふうに言って、えー、1万円冊使った千バズルがさ届いたらああもうちょっとあの貯金もせずに飾っとくよ俺ここら辺にね飾っとくけど千バズだけ届いたらさど,どうせっちゅうのって感じになるじゃん。でなんだけどこの千バズを、でここまで議論が分かれるっていうのは。 肯定派もあの否定派もまず文化と歴史をほとんど知らずに語っていて事実も無視なわけね。でその上でもうある意味分断選羽る戦争みたいなふうになって何もしない事実から歴史とか文化を無視してただひたすらここで醜く争ってでその分断は少なくともこの貞子さんが願った。 世界の平和じゃないよねだからそうちょっと千バズルで争うっていうのをやめるのとあと背景に大悟さんとかひろゆきさんとかが叫ぶ再建にはこのロスジェネとの分断っていうのがあるんだよっていうことがねまあ私なりにちょっと自分も同じ世代だし最近ロスジェネ政治家熱いじゃないですか山本太郎にしろね。であとはまあ吉村さんもそうだし泉さんも泉さんちょっと透明人間感あるけどね。 で、こういう状況の中で、あまりにもちょっと無視されているので、怖くなってね、あの話をしました。まあ、えー、ちょっと、今日は少し長めの動画になりましたけども、この貞子の千パズルは、キンドルアンリミッテッドでも読めるみたいですよ。で、私はあの自分でね、えー、ちゃんとあの1000円ぐらいしたんだけど、買いました。ね。えー、そんなわけで、えー、じゃあね、あの、じゃあ私が何が嬉しいか。 言うとでですね、選抜するではありません。私が欲しいのは「いいね」そして「コメント」そして「チャンネル登録」ということでまあロシアの世代って疲れてるんだよねもうあのひろゆきさんみたいにさあー自分で稼いでさもう日本見捨ててパリに住むわーなんてこともできないしほとんどの人はね大悟さんみたいに稼ぐこともできないし私みたいにギャー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 本読んで。 叫ぶこととももできないいうほとんどの人疲れ果てているでそんな人たちが集まれる場所、ね、傷ついた人たちが「いいね」と「コメント」と「チャンネル登録」で集まれたら嬉しいなっていうふうに思ってでそれが何かしらあの社会的な力になったらねあの面白いなというふうに思っていますのでぜひね「チャンネル登録」「いいね」「コメント」これをねしてくれるととても嬉しいですということで、えー、今日も読書。 えー、見ていいたただきままししどううもありがとうございましたそれではあそうだこちらねあのー、東京大学の安富教授と語った千祭りについての話をねあのやってますので興味がある人はこっちも見てくれるとでそしてこっちにもいいねとコメントを残してくれると嬉しいな。それではじゃあねー。